どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、土星系でもたらされた大発見と実写映像集というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。進んだ土星探査。土星は赤道の直径が12万 km で地球の約 9.5 倍、質量は地球の約95倍ある。太陽系内で木星に次いで巨大なガス惑星です。そしてその美しく巨大なリングが有名な惑星でもあります。そんな土星は地球から約15億 km も離れた位置にありますが、ボイジャーなどの探査機による現地探査のおかげもあり、様々な謎が解明されてきた惑星系でもあります。そんな土星探査において、特に目覚ましい成果を挙げたのは、土星専門の探査機、カッシーニです。カッシーニは、NASA と ESA、欧州宇宙機関によって開発され、1997年に打ち上げられました。打ち上げから7年の旅を経て、カッシーニは2004年に土星の軌道に投入され、史上初の土星の人工衛星となりました。その後カッシーニは、2017年まで土星の探査を行い、様々な発見と美しい映像を私たちにもたらしてくれました。土星自体も非常に魅力的で面白い天体ですが、土星系には非常に個性豊かな衛星たちも存在します。特に豊富な大気を持つ土星系最大の衛星、タイタン。生命の存在が期待されるエンケラドスが挙げられます。本動画では、カッシーニをはじめとした探査機、観測機器がもたらした土星の新発見、タイタンの新発見、エンケラドスの新発見、そして、カッシーニによる土星系を現地で撮影した実写映像集を一挙紹介していきます。土星での新発見。まずは、土星本体にまつわる主要な発見をいくつかまとめて紹介していきたいと思います。リングの詳細な構造を解明。こちらはカッシーニが撮影した土星のリングの詳細な構造を映した画像です。土星のリングは無数の小さな氷などの粒子によって構成されています。土星のリングはいくつかの構造に分かれていて、内側から D、C、B、A、F という風に名前が付けられています。また、B 環と A 環の間にあるのは、カッシーニの環劇と呼ばれる領域です。カッシーニの環劇は、1675年に探査機の名前の由来ともなった、フランスの天文学者カッシーニが発見しました。地球から見ると暗いことで、環劇と命名されていますが、実際にはこのようにしっかりとリング構造が存在していることがわかります。さらにこれらのリング構造よりも外側により希薄なリング構造が存在しています。カッシーニの光圏で最も外側にある E 環は、衛星エンケラドスから宇宙空間へ放出された氷の粒子が主な構成物質であると判明しました。リングの誕生、消滅時期の解明。実は土星のリングを構成する氷の粒子が土星の表面に降り注いでいることが分かっています。つまり土星のリングは今この瞬間も消失しつつあるということになります。カッシーニは土星の赤道上にリングを構成する粒子が落下していることを発見しました。そしてさらにそれとは別のメカニズムによってもリングの粒子が土星に降り注いでいることが分かっています。太陽光の紫外線などにより帯電したリングの粒子が土星の磁力線に沿って南北の中緯度地域に落ちているそうです。特に南半球への落下が顕著であるということも判明しています。土星の
南北チルイド帯に集まった荷電粒子は、太陽光を受けると赤外線を放つそうです。2011年にハワイのケック望遠鏡が行った観測では、この赤外線を観測することに成功しています。この赤外線の観測データから、土星のリングを構成する粒子が土星の南北中緯度地域へ降り注ぐペースを求めることに成功しました。実はリングを構成する粒子の南北中緯度帯への落下は、探査機ボイジャーが撮影した画像や観測データをもとに、1986年にはすでに提唱されていました。当時求められた落下ペースと2011年の赤外線観測の結果推定された落下ペースはよく一致していたそうです。そのペースは非常に速いペースであるとされ、具体的には30分でオリンピックサイズのプールを満たすことができ、このメカニズムによる落下分だけでも土星のリングは3億年で消えると表現されています。そしてさらに探査機カッシーニが観測した先日の土星の赤道上への粒子落下の分も加味すると、土星のリングは今から約1億年後には消滅してしまうだろうというふうに推定されています。では土星のリングはいつ頃形成されたのでしょうか。この疑問についても求められた粒子落下のペースから逆算することができます。土星のリングは形成当初、C 環と B 環の密度が等しかったと仮定し、今のペースで内側からリングが消失する場合に、C 環が現在の密度になるのにどれくらいの時間がかかるのかを計算すると、1億年未満という結果が得られたそうです。ただし、土星の季節が変わり、太陽から来る紫外線がリングに当たる角度が変われば、土星へと粒子が落下するペースも変化するかもしれません。より正確なリング消失のペースを理解するためには、追加の観測が必要そうです。土星のリングについて、土星本体と共に形成された説と、衛星や接近した小惑星が破壊され、後になって形成された説が存在し、長年議論があったそうですが、比較的最近得られた先日の結果は後者を支持しています。仮に土星のリングが本当に1億年前に形成され、1億年後に消失するのであれば、これは土星を含む太陽系の46億年の歴史からすると非常に短い期間です。私たちがこの美しいリングを目の当たりにできる、宇宙規模ではわずかな期間内に生まれたということは幸運なことであると言えるのかもしれません。北極の六角形の謎を深掘り。土星の北極には幅約3万キロメートルと地球がすっぽり入ってしまうほど巨大な六角形が存在しています。この六角形の外周部では時速約 500km に相当する猛烈なジェット気流が吹き荒れているそうです。このような形の嵐は地球含め他の惑星では存在しないですし、さらに不思議なことにこのような六角形は土星の南極にも存在していないことが知られています。この六角形は最初1981年のボイジャーの観測から発見され、その後2006年にカッシーニが再び目にしました。そこで得られた詳細な観測結果をもとに、このような形状の嵐が形成された原因が分析されましたが、未だに確かなことまでは分かっていません。ただし有力な説明はいくつかあります。例えば2020年6月には高性能なコンピュータシミュレーションを用いて土星の深さ数千キロメートルまでの
大気の動きを分析したところ、この動画のような結果が得られたと発表されています。シミュレーション結果の動画では、土星の深部での大気の対流の様子が示されていますが、これは帯状のジェット気流とその風向き、北極圏の多角形構造、そして北極点の嵐など、実際に観測されている様々な特徴を見事に再現することができています。このシミュレーションによると、土星の多角形構造を形成しているのは、より北極側に存在する渦の影響であるというふうに示されています。さらに、このように大気深部の対流が原因なら、六角形が長期で持続していることの説明にもなります。ただし、このシミュレーションでは多角形の構造ができているものの、綺麗に六角形にはなっておらず、完璧なシミュレーションとは言えません。とはいえ、今後、六角形の形成メカニズムの謎解明の手がかりとなる可能性は十分にありそうです。そのためには、追加の観測データが必要であるとされています。土星の衛星を大量発見。2023年5月、土星を公転する衛星が新たに見つかったと立て続けに報告があり、土星の衛星はそれまでの83個からなんと145個にまで増えました。新発見の衛星は2019年から2021年にかけて行われた観測データをもとに、その存在と公転軌道が特定されています。多数の衛星の新発見により、太陽系惑星の衛星保有数の新記録を大幅に更新しました。それまでは木星の95個が最多でしたが、現在は土星が最多記録保持者となっています。そして土星は太陽系初の100個以上の衛星が見つかった惑星にもなっています。衛星は規則衛星と不規則衛星に分けられますが、新発見の衛星たちは、この画像でいう赤、青、緑に当てはまる不規則衛星に分けられます。その特徴として、まず土星からの距離が遠いことが挙げられます。新発見の衛星の平均公転距離が1100万キロメートルから2600万キロメートルと極めて遠く、公転周期は1年から4年にもなります。地球に対する月の距離が約38万キロメートルであり、公転周期が約27日であることと比べると、非常に遠く長い周期で公転していることがわかります。また、離心率が大きく、潰れた楕円形の公転軌道を描いているのも特徴です。不規則衛星の公転軌道は、内側の規則衛星の公転軌道面と比べてこのように傾いています。これらの不規則衛星は土星系から離れた場所で形成され、その後土星の重力で捉えられたものであるというふうに考えられています。タイタンでの新発見。土星の衛星タイタンは太陽系全体で木星の衛星ガニメデに次いで2番目の大きさを持つ衛星で、分厚い大気に包まれていて、生命存在の可能性まで囁かれている、何かとキャラの濃い天体です。タイタンの地図が公開される。タイタンは、土星探査機カッシーニの調査により、その表面の詳細な地形までもが明らかになり、2019年11月には、NASA がタイタンの地図を公開していました。まず、地図上の大部分を占めている緑色の部分が平原となります。黄土色の部分が山となっている地域で、濃い紫の部分が砂丘だそうです。そしてちらほらと赤い部分が存在していますが、そこには名前が付けられています。で、これはクレーターです。地形の衛星の月は表面がクレーターだらけでボコボコですが、
タイタンはそれが非常に少ないことがわかります。というのも、タイタンは大気が濃いため、地表に到達するまでに隕石が燃え尽きたり、仮にクレーターが形成されても、風などによる侵食作用で目立たなくなっていくからだそうです。タイタン内で最大のクレーターは、メンルバと呼ばれるクレーターで、その直径が 392km にもなります。そして何と言っても特筆すべきは、主に北極付近に大きな湖があることです。タイタンはマイナス180度の極寒の世界なので、これは地球のような水による湖ではなく、タイタンの大気の主成分であるメタンでできた海であると考えられています。赤道付近では気体で存在しているメタンも、北極や南極付近になると凝縮し、液体の湖を形成しているということになります。そして地球上の生命が液体の水を必要としているように、この液体のメタンを生命活動に利用する異質の生命体がいる可能性も指摘されています。このことがタイタンで生命の存在が囁かれている理由となっています。土星から離れる予想外の速度。地球を公転する月は年間約4センチメートルずつ地球から遠ざかっていることが知られています。全く同様の作用が土星とタイタンでも起こっている場合、タイタンは土星から年間で約 0.1 センチメートルのペースで遠ざかっているというふうに予想されていました。ですが数年前にカリフォルニア工科大学の研究チームがタイタンのように自身の軌道よりも内側に複数の衛星が存在する天体の場合、また別の作用が働くことによって当初の予想よりも早く遠ざかる可能性を指摘していました。その後カッシーニが2006から2016年にかけて得た観測データを用いてタイタンのそれまでにない詳細な公転軌道を調べたところ、なんと当初の予想の100倍に相当する年間11センチメートルという速度で土星から遠ざかっていたことが確認されたと2020年の6月に発表されています。タイタンが予想よりはるかに早く土星から遠ざかっているということは、タイタンは当初予想されていたよりもずっと土星の近くで誕生した可能性があります。タイタンは質量が大きく、周囲への重力的な影響も大きいため、タイタンの土星に対する光体速度への理解が変わることで、土星系の歴史をより深く理解することにつながるということが期待されています。さらに、土星の衛星やそのリングまでもが、より速いペースで拡大し、現在の位置関係になった可能性もあるそうです。予想外の物質が検出される。さらに、2020年の10月には、タイタンで予想外の物質が発見されたと、NASA の科学者により発表され、大きな話題を呼んでいました。発見されたのは、シクロプロペニリデン、化学式 C3H2 という、炭素原子3つと水素原子2つが結合した分子でした。シクロプレペニリデンはこれまでに星間空間にある星間物質やガス雲など低温で物質の密度が低い宇宙空間では何度も発見されていたため、存在自体は珍しくはないそうです。ただシクロプレペニリデンは接触した他の分子と容易に反応するため、温度が比較的高く熱運動で分子の運動が激しかったり、または物質の密度が高いような分子同士の化学反応が活発に起こる場所では存在できない物質であるというふうに考えられてきました。そのため物質の密度が高く化学反応が活発に起きているタイタンのような
濃い帯域を持つ天体の大気中でシクロプロペニリデンが発見されたのは史上初めてであり、予想外の出来事だったんだそうです。今回見つかったシクロプロペニリデンがなぜ他の天体の大気では検出できないのか、その謎は不明なままです。今後の観測で新発見の謎が解明されるのが期待されます。そして今回新たに見つかったシクロプロペニリデンが使われる生命活動における反応は現段階では発見されたことがないため、これが直接生命の存在を示すものとなることはないそうです。とはいえ、これまでタイタンで見つかったことのあるベンゼンや今回のシクロプロペニリデンのような環状の分子が生命に必要不可欠な DNA やRNA の構造を形成する役割を果たしていると考えられています。そんなタイタンの着陸計画として、ドラゴンフライ計画が予定されています。探査機ドラゴンフライは、2016年に打ち上げられ、2034年にタイタンに着陸し、探査を行う予定です。これが成功すれば、間違いなく、さらに詳細なタイタンの地形や、そして生命の存在可能性についても新たな知見が得られることだと思います。これからもタイタンからは目が離せそうにもありません。エンケラドスの新発見。土星の衛星エンケラドスは直径が約 500km あり、全体が氷で覆われている天体です。そして何より生命が存在する可能性が他の太陽系天体と比べて非常に高い天体として大きな注目を集めています。地下に液体の水が発見される。カッシーニはエンケラドス内部に液体の水が存在する証拠をいくつも発見してきました。2005年にはエンケラドスに水蒸気を主成分とする微量の大気が存在していることを突き止めました。エンケラドスは重力が弱いため、大気を長期間地表に保つことが難しいことから、エンケラドスの地下には液体の海が存在していて、火山や間欠泉を通じて、地下から地表に水が供給されていると考えられました。エンケラドスは非常に寒い天体ですが、土星に近い位置にあるために、土星からの重力によって、エンケラドス内部が摩擦され、その摩擦熱によって氷が溶けて液体の海が存在している可能性があります。その後、実際にカッシーニによって何度も間欠泉からカッシーニ内部の水や氷が噴出している様子が実写画像で捉えられています。その後も2014年にはエンケラドスの周囲の重力場の測定によって地下に液体の海が存在する可能性が高いことを示しています。数多くの証拠のもと、現在では非常に高い確率で地下の海の存在が信じられています。地下の海の有機物を発見。そして2019年10月にはエンケラドス地下の海には地球上の生命に欠かせないアミノ酸の元となる有機化合物が存在する可能性があると発表されました。土星のリングは D 環、C 環、B 環などいくつもの輪が連なって成り立っていますが、その中で最も外側にある希薄なリングである E 環は実はエンケラドスの内部から噴出した氷の粒で構成されています。カッシーニによるE 環の観測データを解析することで、E 環に存在する氷の粒には、生命の源であるアミノ酸の元となる有機物が含まれていることが明らかになりました。エンケラドス内部の海では、これらの有機物の化学反応が進み、生命の元であるアミノ酸が生成されている可能性が浮上したというわけです。さらに、
具体的にメカニズムを解説した画像がこちらです。まず、エンケラドスの核から地下の海へ、熱水とともに有機物が放出されます。有機物が溶け込んだ海水は、氷でできた地殻の割れ目を上昇していき、その過程で地殻の氷と合体し、宇宙空間に勢いよく放出され、それが土星の陰環を形成しているという流れになります。生命活動から生成されたメタン。2021年7月には、エンケラドスの間欠泉から噴き出す水に含まれているメタンは、何らかの生命活動によって生成されたものである可能性があると発表されました。地球でも海底の熱水噴出口付近でメタンが生成されますが、非生命活動的なプロセスによる生成速度は遅く、そのほとんどは海底に住む微生物が行う生命活動によって生成されたものになります。実はエンケラドスの間欠泉に含まれるメタンは予想よりもかなり多いことが知られています。今回成果を発表したアリゾナ大学などの研究チームは、エンケラドスの海底で起きていると考えられているメタン生成のプロセスをシミュレートしたところ、基地の非生命活動的なメタン生成のプロセスだけでは、エンケラドスの間欠泉から実際に観測されたメタンの量を説明することができないそうです。研究チームによると、ここで考えられるシナリオは2つで、1つ目は未知の非生命活動的なメタン形成のプロセスが起こっていること。そしてもう1つは、エンケラドスの海底に潜む微生物によってメタンが生成されていることです。仮に微生物が存在していた場合、それらの生命活動によって実際に観測されたメタンの量を説明し得るということも示されたことから、生命が確認されたわけではないもの、その存在を否定することもできないという結論が得られました。エンケラドスの地下の海に突入して、その海底まで潜って生命の存在を調べるのは、今から数十年先まで目処が立たないような非常に難しいミッションとなります。なので、それが実現するまでは、研究者たちは過剰なメタンの量を説明することができる非生命活動的なメタン生成のプロセスを発見するために研究を行うことになりそうです。そんな研究を続けても否定する根拠を得られず、実際にエンケラドスの海底を調べた際に微生物が発見されたともなれば、こんなにロマンがあることはありません。今後も生命の存在が囁かれるエンケラドスの動向に期待です。元素リンを新発見。土星の衛星エンケラドスの地下界にリンが存在する可能性が示されたと、国際的な研究チームは2023年の6月に発表しました。今回もカッシーニが残した土星の陰環のデータから、リンの元素を含む化合物、リン酸が発見されています。しかも、地球の海水の数千から数万倍という高濃度でリンが存在する可能性があり、地球以外の海からリンが発見されたのも史上初とのことです。では、地球以外の天体の地下界でのリンの発見がなぜそこまで重要視されているのでしょうか。それは地球の生命が DNA や細胞膜などの生命活動の根幹をなす生態分子にリンを主要な合成元素として使っているためです。地球生命に似た合成分子を持つ生命がエンケラドスの地下界にも期待できるということになります。そもそも、どのようにしてエンケラドスの地下界に高濃度のリン酸が存在するようになったのでしょうか。この疑問に答えたのは、実は日本の研究チームでした。地下界の海底の岩盤にリン酸カルシウムという物質が含まれているとします。地下界がアルカリ性かつ炭酸イオンの濃度が高いという環境を持っていると、岩盤のリン酸カルシウムは
地下海中の炭酸イオンによってカルシウムを奪われ、より安定した炭酸カルシウムが形成されます。このようにしてカルシウムを奪われたリン酸が海に溶け出すことで、高濃度にアルカリ性かつ炭酸イオンの濃度が高くなっているという環境は、太陽系の外側の氷天体の地下界では一般的であるとも言えます。つまり、今回のエンケラドスの地下界でのリンの発見は、土星の他の衛星や天王星、海洋星の衛星の地下界でも、リンが存在する可能性をも示唆しているのです。カッシーニの土星実写映像集。これまでもいくつかカッシーニが撮影した土星の実写画像を紹介してきましたが、まだ紹介できていない主要なものをいくつか紹介していきたいと思います。リングにまつわる画像。こちらのリングと一緒に回転している黒い影はスポークと呼ばれる構造です。スポークは土星の真冬や真夏には消え、夏と冬が入れ替わる運転に近づくと再び現れる季節的な現象であると考えられています。またリングの中を拡大していくとプロペラのような構造が見られます。これは土星のリングの中に埋もれた小さな衛星が周りの氷粒子を重力によって引き寄せて形成されていると考えられています。大気構造の画像。こちらは先ほども解説した土星の六角形です。左は2013年6月、右が2017年4月に撮影されたもので、たった4年弱で色が全体的に黄色く変化していることがわかります。これは土星の北半球の夏至、2017年5月に近づくにつれ、太陽からの放射が強くなることで、光化学スモッグが発生しているためである、というふうに考えられています。こちらは2011年に撮影された土星の巨大な嵐です。木星の大赤斑になぞらえて、大白斑とも呼ばれます。過去の発生時期から約30年に一度発生する、周期的な現象であると考えられています。土星から見た地球。こちらは土星が太陽の光を背負った様子を撮影したものです。複数のリング構造の存在がはっきりと映し出されています。そしてそのリングの右下部分を拡大していくと、小さく見える星があります。これはなんと地球です。私たちが知る生命、そしてその歴史はすべて、この小さな青い点の表面に詰まっています。宇宙がいかに人類と関係なく壮大な存在なのかを改めて教えてくれる、本当に奇跡的な写真です。土星系の実写動画。こちらは In Saturn's Rings というプロジェクトが作成した、カッシーニが撮影した3万枚以上の実写画像を組み合わせて作られた実写動画で、CG 等は使われていないそうです。まず、初めに見えるのは、ミマスという衛星です。半径約 198km で、土星からわずか18万 km という超至近距離を、公転周期たったの22時間40分という非常に短い周期で公転しています。天体の右側に見えるハーセルクレーターと呼ばれる直径 130km にもなる巨大なクレーターが特徴的で、主に氷と岩石で構成されている天体だと考えられています。そして土星の輪は、実は7つの輪から構成されており、最も内側の輪から最も外側の輪までは約11万キロメートルにも及ぶ巨大な幅を誇っていますが、厚みに関してはたったの数十メートル程度しかなく、動画からもわかる通り
非常に薄い構造となっています。そして何やら土星通り越して奥から天体が見えてきました。この衛星は先ほど紹介したエンケラドスと呼ばれる氷で構成された衛星となります。土星から遠ざかり、再び全体像が見えますが、土星の輪の左下あたりに何やら巨大な天体が見えてきます。これはタイタンで最も土星系の中で大きな衛星、そしてその直径は 5150km にもなります。グランドフィナーレ。2004年に土星の軌道に投入されてからおよそ13年にわたって土星を観測し続けてきたカッシーニですが、いよいよ最後の時を迎えます。 NASA はカッシーニに土星本体とリングの間を通過させ土星大気に突入させるという最後のミッションを課し、これをグランドフィナーレと名付けました。カッシーニは燃料が切れて制御不能になった場合、土星の衛星に衝突してしまう可能性がありました。中でもエンケラドスやタイタンは生命が存在する可能性がある衛星です。カッシーニがそれらの衛星に衝突すると付着した地球の微生物によって生命が存在できる可能性のある環境が汚染される恐れがありました。それを避けるためにカッシーニは自己消滅する必要がありました。そして2017年9月15日カッシーニは土星の大気圏に突入し、流れ星となって土星の空へと消えていきました。ミッションをやり遂げるために自ら土星の大気圏に突入したカッシーニの偉大な功績を無駄にしないためにも、今後の土星研究に期待がかかります。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙分野の動画を普段から投稿しているので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。